こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、 BS 日テレ真相ニュース公式ツイッター、コラボ問題の真意を全確にし工作を図っていた模様。この前ショート動画で取り上げた BS 日テレ真相ニュースでのコラボ問題の放送事故があったやん。もろに、ちょっと待ってもらっていいですか、飛ばしましょうとスタッフの声が入ってたやつ。あまりにも露骨にスタッフが報道しない自由を決め込んだことでバリバリ話題になったんやけど、実はね、BS 日テレ真相ニュースのツイートにもある工作がなされていたことが発覚したみたいっちゃが、それがこれなんよ。特選隊 XYZ 仮、日テレさん、 C を全角にして話すのは露骨すぎやしませんか。記録は残してるので消してもなかったことにはできませんよ。これ C を全角で打って、その間に半角文字を開けて検索できないようにしてるっちゃんね。普通にコラボって言ってもこれは引っかからないようになってる。完全に工作やろこれ。コラボの C の文字をしれっと全角にすることでツイッターで検索されんように工作を図る。なんで？普通であればさ、 BS 日テレ真相ニュースも視聴率が欲しいやろうけん、待ちに待ったコラボ問題と半角で大々的に打ち出すはずやん。そしたら BS 日テレ真相ニュースがコラボ問題を取り上げたらしいと口コミで広がり、視聴率が驚異的な伸びを見せ、ものすごい数字を叩き出してたと思うと、でも逆にコラボの C の文字を全角にし目立たないようにするってめちゃくちゃ違和感があるよね。あれだけあらゆる手段を使ってでも視聴率が欲しいメディアのはずが目立たないように工作よ。そんなにコラボ問題ってマスコミにとって都合が悪いってこと？闇が深すぎる。まあしかしさ、このコラボ騒動ってすでにコラボ騒動の域を超え赤い羽に飛び火し、困難女性支援法とかにも飛び火してるやん。収まる気配を見せない状況。まあでもさ、 NPO 法人の公金のあり方や赤い羽の体質や困難女性支援法などに問題があれば、多くの人で追及し問題を明るみにし、そして正常化を図ればいいと思う。だって問題があってクリーンにすることでみんながウィンウィンになるやん。何せ公金の関わる問題、募金の関わる問題やけんね。まあ公金や募金で甘い汁を吸ってきた悪者は痛いやろうけども、やけんマスコミもさ、何が都合悪いのかわからんけども、一連の問題を解消すべくどんどん報じるべきだと思うよ。せっかく今回さ、地上波ではなく BS やけどもコラボ問題を報じたのに、ツイッターで工作をしたりスタッフによる妨害行為が行われたら、逆に多くの人がマスコミに不信感を持ってしまうやろうし、この問題がさらに加熱しかねんけんね。だからこそマスコミはだんまりを決め込まないで一円の問題をしっかり報じてほしい。とにかく報道しない自由だけはご勘弁をよろしくお願いしまんもすね、マスコミさん。ではご視聴ありがとうございました。それでは。